皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は公立高校の定員削減を考える、このタイトルでお話を進めていきます。今回の入試、2024年の3月、これ公立の入試でしたけれど、この時は昨年と比べて公立高校を受験する生徒の割合が多かった、昨年と比べると多かった、このようになっていました。その理由として、公立高校の先生方が積極的に自分の学校を、紹介して歩いた。でもう一つが、公立高校は23学級920人の定員が削減されたため倍率が上がったところがあった、こういうことだと思います。このことに対して高校の先生から、ね、新聞に投稿があったので、その記事を読みました。その新聞投稿の内容は、高校は1学級40人、なので原則40人ごとに定員の調整を行うそうです。そうすると大規模校で40人定員が減るのと、小規模校で40人定員が減る、これはやはり入試に与える影響大きく変わってきます、ね、1学年が10クラスある学校で1クラス減るのと、1学年が3クラスしかない学校で1クラス減るのでは大きく違いますよね。小規模校の方が倍率は上がるわけです。その中で自分が行きたい学校に行けない生徒が出てきてしまう、そこをなんとかならないかなという内容の投稿でした。で、私は考えたんですけれど、これ定員1クラス40人なんだけど、小規模校別に40人にこだわる必要ないんじゃないか。小学校中学校って30何人くらいでやってるでしょう。だから、高校のクラスだって40人じゃなくてもっと減らしていいんじゃないか。例えば小規模学校においては1学級35人程度にして、定員削減の人数を10から20人単位、これまで1クラス40人単位だったのその4分の1から2分の1に減らして、この単位で10人から20人単位で行ったら、小規模校でも、ね、たとえ定員が削減されても入試に与える影響は減らすことができる。教育委員会の皆さん、どうぞこのようなことを一度考えてみてください。今日は公立高校の定員削減を考えるというタイトルでお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。